まずはダブルスから始まります。では改めてご紹介しましょう。第1マッチはトップ乙女ピンポン名古屋が木村難波ペア、木下ベル神奈川は木原張本ペアとなります。この第1マッチの主審は渡辺幸子さん、副審は桑原智子さんです。さあそれではそれぞれ確認していきましょう。まずはトップ名古屋が木原難波ペアということになります。木村難波ペアということになります。トップ名古屋です。こちらのペアいかがでしょうか。はい、もう今シーズンは5勝3敗と好調なんですよね。組むごとにあのペアリングが良くなってきているなと感じます。このペアのいいところは右右ペアなんですけども、その不利さを感じさせないラリー戦の強さ、2人の打球タイミングがですね本当にぴったり揃っていて、動きがすごくスムーズなんですよね。その理由の一つとしてあの木村選手が難波選手のバック表面のピッチに合わせたバックミートができるというのが強みなんですよね。さあ対しますのはこちら木原張本ペア、アジア大会銅メダルペアとなります。はい、アジア大会ではですね中国のスンイシャワンマユペアになんと勝利したんですよ ね。本当に実力のあるペアだと思います。お互い右右ですので、バック対バックのせめぎ合いになると思いますね。はい、さあこの野島 T リーグの中で重要な位置づけとなりますダブルスです。いきなり楽しみなこの対戦となります。画面の手前が木下アベル神奈川木原張本ペア、画面の奥がトップ名古屋木村難波ペアとなります。まずは木原のサーブで始まりました。まず最初の得点は木下アベル神奈川、サーブは2本ずつです。ダブルスは対角線にしかサーブを出すことができません。木村が狙っていきました。ナイスボールですね。今ハーフロングで出るところをしっかりかけていきましたね。はい、さあサーブ変わります。トップ名古屋木村のサーブ、張本が行く、フォアで行きました。この張本の強烈なフォアです。今木村選手の上回転のサーブ、長いサーブだったんですけど、これを1球目から上からかけれる張本選手は素晴らしいですね。やはり序盤ってミスしたくないので、確実にこうループドライブとか見たくなるんですけども、しっかり上から狙っていきましたね。やっぱ積極性というか気持ちの部分ですか。はい、ツーオールです。張本のサーブ、ナンバーが受ける、最後ナンバーストレートに狙っていきましたがオーバーです。今のようにやはりバック対バックのこうせめぎ合いになってくるんですよね。はい、これをどちらが制するかっていうのがすごく重要になってきます。張本のサーブ2本目、ナンバーつつき、今のいかがでしょう。はい、ナンバー選手今バック面の表ソフトの方でレシーブしていますけども、ナンバー選手はすごくこうレシーブもサーブも上手なんですよね。今のようにバック面で取ったりフォア面で取ったりして、こう回転の変化ですねをつけてレシーブをしていけます。さあその南部のサービスです。オーバーになってここでトップ名古屋が前に出ますですね。木村選手出るか出ないかしっかりかけていけてますね。よく返しましたナンバー、これ5-3です。トップペアの得意とするところはカウンター技術もすごく2人とも上手なんですね。今のようななので後の先の戦術っていうのが取れるのも強みです。はい、若宮監督もこの木村ナンバーペアについては動きも良くなっているというような話もしていますし、非常に意識高く、ね、特に木村については意識高く練習ができているんだという話もしていましたね。今シーズンの木村選手の動きを見ていたらすごくキレがいいなと感じます。このペアですでに5勝を挙げています木村ナンバーペア。
ここは張本のバックハンド。一方こちら今シーズン3度目の T リーグでのペアとなります。木下の中澤監督の話でもありましたけども、はい、やはりダブルスは短期決戦なので、うん、ボンミスを少なく、うん、まあ、確実にあの点数を取っていくことを声かけてると言ってましたね、はい、本当にそのような感じがしますよ ね、 そうですね。本当にあまりこうしょあのリスクを負ってというプレーよりは確実にミスなく、うん、こう3球目攻撃も仕掛けていってますよね。何しろ先に2ゲーム取った方が勝ちという本当に短期決戦です、はい、この1ゲーム目取るか取らないかは本当に大きな、はい、ですね。シックスオールになりました。追いついた木下のペアです。両者の合計得点が6の倍数になった時にタオルを取ることができます。ここ持ち上げをループドライブ気味に行ったんですがオーバーになりました。今木村選手ももう1本横上回転のサーブを出したんですね、はい、勝負いってますよね。先ほど狙われたのにまだこのサーブを使って、うん、はい、そうするとこう安全にあのリスクは少なくいきたいところなんですけども、はい、もちろん攻めてもいかなければいけないという。そうですね、うん、あのトップペアはやはりあの張本選手のチキータを警戒してるんだと思いますね、はい、うん、ですのでこうハーフロングで横上の回転で、まあ、打たれたとしても少し後ろからチキータを打たせるような作戦だと思いますね、はい、なるほど。あまりこう短いサーブを打ってしまうとチキータに狙われやすくなると、はい、ただこのやはりバックハンドですね。そうですね、強烈ですね。強烈ですね。回転量が強いですのでやはり表ソフトの難波選手は返すのが困難です。これで5連続ポイントになっています木下、うん、あこれで6連続です。あまりラリーが続かないです ね、 ですね。お互いやはりちょっと力が入ってますね。11点先取です。最終ゲーム以外デュースはありません。難波のサーブフリック狙っていきましたがオーバーです。なおナンバーはですねサービスエースの数がダブルスで1位という数字があります。ああ素晴らしいサーブを持ってますよね、はい、この第1ゲーム取るまであと2点というところにまで来ています。木下アビル神奈川返せませんでした。さあこれでゲームポイントを握りました木下アビル神奈川です。ナンバーのボールはオーバーです。第1ゲームは 11-7 で木下アビル神奈川、木原、張本ペアが取りました、はい、あまりラリー戦が続かなかったです ね、 うですね。もう少しお互いラリーが強いペアなので続くかなと思ったんですけども、やはりこの第1マッチの第1ゲーム目、うん、ラリー意識しているだけにっていうところですかね、はいはい、そんな中でもやはりボンミスが少ない木下ペアの方がまた1ゲームを取ったかなという印象です、うん、ただあの次のもうゲームを落としたらトップ名古屋としては敗戦なの で、 そうです、ね、あっという間ですからこれ、ね、いち早く修正しなければいけません。そうですね、レシーブをですねやはり、相手も強いですので打たれたくないっていう考えから、うん、少しこうストップレシーブだったりツッツキの短めに返すレシーブだったりが多かったんですけども、はい、うん、それに対して意外と先ほどのセットはもう一回置き身というかツッツキでバックに来てるんですね、はい、トップペアの、うん、それを、打ちに行けなかった、はい、行こうとしてるけどあちょっと短いみたいな感じでミスが続いてしまったんですね、うん、本当だとそこをもう狙っていきたいところですね、うん、そうするとトップ名古屋がちょっと攻めあぐねたというような第一ゲーム。そうですね、そうですね、うん、やはりあそこを攻め込んでいかないと、はい、はい、ペースにはなっていかないかなと思います。さあ第二ゲームです。第二ゲームはレシーブの受け手が変わります。画面の手前が
トップ名古屋、画面の奥は木下対神奈川です。このゲームを木下が取りますと、この第一マッチの勝利が決まります。難波のサーブ、サービスエースになりました。今の下回転のサーブでしたか。はい、そうですね。分かりづらいですね。ポイントはトップの上です。まあ、お互いああいうボールっていうのは本当に打ちにくいんですね。台が止まったりとか、そういう卓球台のこの弾み具合とかもなかなかこう掴みにくいですので、はい、あ、そうですか。はい、さあ、まず立ち上がり、この第2ゲームはトップ名古屋が3連続です、はい、木下アビエル神奈川は張本のサーブ、今の難波のレシーブ、木村のレシーブいかがでした。はい、先ほどまでミドル側にハーフロング出るか出ないかに、こう短いレシーブをしていたところ、それを行く格好から深く行ったので、木原選手は待ってなかったですね。すごい良かったです。ラリーになりました。今度は開けました。なので、そういう打たせてカウンターもできるペアですので、はい、どっちで点数を取りに行くのか、どっちも取りに行くのかっていうところですね。やはり打たせなかったんであれば、次相手がつないできたボールをしっかり攻め込んでいかないといけないですし、相手のミスだけを待っているだけでは絶対勝てるペアではないですので、勝てる相手ではないですね。自分から点数を取りに行ってほしいです。さあ、4ラブから4-2になりました。このリードをね、フォーラブだったリードをなんとかキープしていけるかってとこですね。木原のサーブ、今度のラリーはトップ名古屋です。はい、今良かったですね。短くいった後に木村選手がしっかりドライブで仕掛けていきました。追い上げる点差、依然として2点です。今のようなフリックレシーブもね、勝負していっていいと思います、少しちょっとでも躊躇しましたね。入れにいっているように感じました。ネットイン、張本チキータでこのレシーブですね。はい、ネットに取ったんですけどね、少しこう動きが止まってしまったので、今のいかがですか。はい、今のようなリズムでトップペアはやりたいんですね、はい、でも木下ペアもこうそういう感じのラリーにしてくれないといいますか、はい、しっかりこう間を作って溜めてドライブをしてきますので、タイミングがなかなかつかみづらいのかもしれないですね。最後オーバーです、はい、木下の木原張本ペア その雰囲気というか、そのあたりはこの第2ゲームいかがですか。はい、良くなってきてると思いますね、はい、けどまだまだ狙いを定めてこう攻め込んだっていう点数はないですよね。はい、かかってオーバーです。今のとかも木原選手の得意とするバックフリックなんですけども、なかなかこういうのが入ってくると調子がどんどん上がってくるんですけども、はい、
まだお互いちょっとエンジンの全開な感じではないですね。なるほど。ただもう7-5まで来ています。はい、このゲームをトップ長屋を取りますと最終第3ゲームです。6オールから始まります。トップでいく、倒せません。今難波選手の絶妙なフォア前のストップ、はい、ありましたね。これですね、打とうとしてたんですけども、はい、あ、短いと判断してあのコースに、はい、入れることができました。ここは木村は返せませんでした。もったいないミスですね今のは。浮いたんですが、はい、さあ木原のサーブ、フリックでいった。あのタッチで抜いてきました。追い上げます。素晴らしいですね。まあ、申し上げる神奈川は木原とその長崎のペアが先週の WTT 女子ファイナルズでは、ね、はい、準優勝ということで、はい、そちらで来るかなと、ね、今日は長崎ペアで来るかなという予想もありましたが、はい、今日は張本ペアで来たということで、はい、3選手とも、ね、能力高いですからね、はい、どのペアリングでも戦えるというのは本当に木下の強いところですよね。さあ、ここでタイムアウトを取りました。両チーム1回ずつしか取れないタイムアウトですが、トップ名古屋のタイムアウトですかね。はい、やはり先ほどの1本っていうのは、はい、難波選手が勝負に行ったフリックレシーブですね、はい、あそこは勝負どころだったなって思います。はい、そのボールを張本選手はもう素晴らしい狙いを定めていたかのように打ち返してきたっていうようなラリーでしたので、はい、ちょっと流れを渡したくないなというタイムアウトだと思いますね。はい、トップ名古屋とすればこのゲームを落とすとこの第一マッチ敗れるということで、はい、あと1点まで迫られたところでタイムアウトを取りました。さあ、一方木下ベル神奈川はここから逆転まで持っていけるかどうか。からのサーブ、バックハンド決まりました。木村ナイスドライブですね。このタイムアウト明けのこの1本大きいですよね。はい、今のように自分たちから点数を取りに行くっていうことを頑張った方がいいです。ナンバーのサーブ、強烈バックハンド来ました。これが張本のレシーブ。いや、はい、お互いタッチを返しましたね、木下ペアも、はい、さあ9-8、上げ上げ、あ、3球で決まりました。これでゲームポイントを握りました。トップ名古屋です。今選手ですね、積極性が出てきましたね。11点選手ですので、木下ベル神奈川とすればここから3連続取るしかありません。サーブ張本、ストップ、よく返しました。これで第1ゲームは取られましたが、第2ゲームはトップ名古屋が取りました。ゲームカウント1対1です。ペアの動きが良くなってきましたよね。はい、はい、
予測もしっかりできています。最後の1本も木原選手少しあのフェイント入れて、ツッツキの角度からポッと払ってきたんですけども、しっかり直子選手対応しましたよね、はい、さあこれでゲームカウントは1対1です。次の第3ゲームで勝負を決めることになりますが、最終第3ゲームは6オールから、しかも、まあ、デュースはあるんですけども、まあ、本当に超短期決戦になります。そうですね、今見た感じですと、はい、トップペアの方が2人で1点っていうような得点パターンが少しずつ出てきてるんですよね、はい、ですので木下ペアも今、まあ、ミスをしないことを多分前提にやってるんですけども、うん、もう少し先ほどの張本選手のチキータレシーブだったり、はい、木原選手もフリックレシーブ上手ですからね、うん、この6オールからどれだけ自分たちから仕掛けていけるかっていうのが大事になってくると思います。さあ最終第3ゲームです。6オールから始まります。第1ゲームを取った木下ベル神奈川木原張本ペア、しかし第2ゲームはトップ名古屋。木原のサーブ、張本が少し声をかけました。15歳の張本、19歳の木原。ここは1球目から勝負に行きました木村です。木村選手いいですね。しっかり出るか出ないかの出るところ狙っていってますね、うん、勝負感もあります。さあまず最初のポイントはトップ名古屋です。今度はストップ、ノーシューになった。最後はノータッチで抜いていきました木原、セブンオール、ここダブルストップでくる張本選手、うん、レベル高いです。あ、そうですか。一瞬遅れたんですけどね、打点を落としてからでもこう低く短く返せるってなかなか難しいんですよ。そしてナンバーのストップが置いたところを見逃しませんでした。さあしかしトップ名古屋が再びリード。待ってあげましたね、よく上回転、今のサービス、あ、今横下でしたね、横下でした、はい。よく返したナンパ、最後オーバーです。ベイトール、互いに1点ずつ取り合う展開。さあそして次は木下ベル神奈川のサービスです。再びトップ名古屋です。お互い譲りませんね。そうですね、選手のあのレシーブちょっと嫌がってますね。木下1ゲーム目のようなでしたけども、はい、はい、ちょっと次です。そうですね、少し、右回転を入れて、はい、バック前にストップしてきてますので、はい、こう普通に突き返してしまいますと回転が残って上がって、はい、浮いてしまうんですよ、ね、はい、はい、なのでダブルストップ行くのはすごく難しいですし、うん、で次木村選手が攻撃してくるのを防ぎたいですので、はい、なかなかちょっと難しい体勢になってますね。本当だったらあそこをバックフリックで強気だったらいけるんですけども、木原選手は。さあここで木下ベル神奈川がタイムアウトを取りました。木原選手の思い切りがまだ見れてないですね、この試合。先週の WTT では、まあ勝利の後のコメントで自分たちの成長を感じたなんていうコメントも長崎原では残していますけれども、はい、木原選手は競り合いに強い選手ですので、うん、ビクトリーマッチでもね、はい、何回も勝利している選手ですので、ここからが見せ所だと思います。さあ一方トップ名古屋は勝利まであと2点。さあタイムアウト明け、張本のサービス、ナンバーは先ほどその突きありましたが、今度はどうか。続
ってきてきた。フォアに送っていった。オーバー。返せません。これでマッチポイントを握りました。フォアに送ってきましたね。モーション入れてました。もう木原選手はバック前で待ってたと思いますね、はい、バックで構えられた時点で、もうあそこ自分も嫌がってるので来ると思ったら今度フォアだったと。そこから真逆の深いところに、はい、素晴らしいです。下げマッチカウントを握りました。マッチポイントです。投げ上げサーブナンバー続き第1マッチはトップオートメイティンポズ名古屋木原南波ペアが勝ちました。なんとアジア大会の銅メダリストのペアを破りました。素晴らしい試合でしたよね。いやトップペアは本当に嬉しい賞だと思います。はい、はい、作戦が画面を通してです、うん、通してでもはっきりと分かるぐらい明確でしたよね。それをやる勇気があったのも素晴らしかったです。さあこれが最後の前回を返せませんでした。最後の一本も冷静に南波選手、わざとミドルに飛ばさなかったんですよ。あ、そうですか。あれを飛ばしていたら木原選手後ろからこう、強トライ打ってたと思うんですけども、はい、相手の動きを見て前に落としていきました。素晴らしかったです。まあ、ですが第1ゲームはトップがなかなか攻めあぐねてましたが、第2第3はもう逆に木下の良さを出させないような展開だったんですね。そうでしたね、はい、さあということでご覧のように第1マッチはトップ長屋を取りました。マッチカウント1対0、トップ長屋がリードしています。この後は第2第3第4マッチシングルス5ゲームマッチとなります。しかしメダリスト、ね、メダルアジア大会でこう日本人としては13年ぶりのメダルを取ったこのペアを破ったんですからね。そうですよ、素晴らしかったですね。やはりこのダブルスというのはね、本当にわからないですよ ね、まあ、ね、短期決戦というのはもちろんありますし、もちろん3ゲームというのもありますけども、はい、いやでもそうした中で見事な勝利となりました、はい、第1マッチです。さあこの後はシングルス第2マッチということになります。